ベネディクタ、ヘンリエッテ・フィリピー・ネフォン、デア・プファルツは、ドイツのプファルツ・ジンメルン家の公女で、ブラウン・シュバイク・カレンベルク公ヨハン・フリードリヒの妻。ボヘミア王、プファルツ選定皇、フリードリヒ五世の息子である、プファルツ・ジンメルン公エドゥアルトと、その妻で、マントバ公カルロ一世の娘であるアンヌ・ド・ゴンザーグの間の三女として生まれた。父は、結婚に際して、 プロテスタントからカトリックに改収してパリに移っており、ベネディクタと二人の姉ルイーゼとアンナもパリでカトリック信徒として育てられた。1668年11月30日にハノーファーにおいてブラウンシュバイク地方のカレンベルク公ヨハンフリードリヒと結婚した。ヨハンフリードリヒは妻より30歳近く年上で1651年にカトリックに転校していた。 二人の結婚式に際して、アントニオ・サルトリオ作曲のオペラ、アデラ・イードが初演されている。ベネディクタが、大勢のフランス人の家臣、従者を連れてきたおかげで、ハノーファーには初めてバロック文化がもたらされた。公爵夫人ベネディクタは、夫に頼んで、声楽家、アンヌ・ソフィー・ボンなどフランス仕込みの技術を持つ、音楽家を、ハノーファー宮廷に雇わせたほか、 イタリアのオペラや音楽にも熱中した。1679年に、ヨハン・フリードリヒが死ぬと、カレンベルク考慮を継いだのはその弟で、ベネディクタのおば、ゾフィーの夫でもあるエルンスト・アウグストだった。ベネディクタは、夫の死後、娘たちを連れて、フランス宮廷に帰り、重視のウルレアン公フィリップ一世妃、エリーザベとシャルロッテを頼って暮らした。その後、 娘婿であるイタリアのモデナ公、リナルド・デステの厄介になったが、モデナ宮廷で存在に扱われたため、フランスに戻って、姉のコンデ公、アンリ三世妃、アンナの下で晩年を過ごした。ベネディクタは、ハノーファー戦ン公家と縁の深い哲学者、ゴットフリート・ライブニッツと長く文通を続けていた。夫、ヨハンフリードリヒトの間に4人の娘を設けた。ありがとうございます。